炊飯器でオムレツを作ります。人参四分の1本、玉ねぎ二分の1個、じゃがいも1個、10回ほど分ん引っ張ります。牛乳大さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1、卵3個、20回ほどさらに分ん引っ張ります。炊飯器に オリーブオイルを塗り、ブンブンした具材、ウィンナー2本分を入れ、軽く混ぜます。通常通り炊飯して完成です。